任期満了に伴う仙台市長選挙で現職の郡和子さんが新人を破り再選が確実となりました。仙台市長選の投票は午後8時に締め切られ、当選確実の一報を受けた現職の郡和子さんは宮城野区の選挙事務所で集まった支援者に2期目の抱負を述べました。ダメージを受けた地域経済の立て直しのために、そしてまたこのコロナで顕在化してきたさまざまな課題について、これから早速解決に向けた政策づくり着手してまいりたいと存じます。日本一の都市を目指してより一層努めてまいらねばならないと考えております。郡さんは仙台市出身で、民放のアナウンサーなどを経て2005年の衆議院議員選挙で初当選、12年間衆議院議員を務めた後、4年前の仙台市長選に立候補し初当選を果たしました。郡さんは今回の選挙戦で新型コロナワクチンの接種の加速やコロナ収束後のトップセールスによる企業誘致などを訴えてきました。また郡さんが市民党を掲げたことで、立憲民主党と共産党の県組織は自主支援としたほか、市議会の自民・公明両会派もそれぞれ半数以上の所属議員が郡さんを支援し、事実上与野党相乗りの構図となりました。一方、午後8時現在の推定投票率は 29.24% で、前回4年前の選挙を 15.56 ポイント下回っています。